王道的 RPG 第39話、始まります。賛成感を倒し、記録感と分かれたところからスタートです。なんやかんやありましたが、無事エストレスタの前に到着。大事そうに抱えているのが目的の1エネルギー蓄電池。下へ落とすためのレバーは、残念ながら破壊されている。他の方法で下に落とす必要がありますが、ベストが導き出した答えとは。この手に限る。レール横を猛スピードで落下。その際電力を溜め込んで、水中で電池ホルダーにドッキング。輸送網に明かりが灯る。実験は成功だ。基準世界では巨人のキャッチボールで移動していましたが、セライさんの世界では海底に輸送網が作られており、これで各都市がつながっているようですね。もちろんその一つにスカイベースも存在。スピードボールという名前から殺人的な加速でぶっ飛ばされるのは変わらなさそうですが、これで第二目標は達成。次はスカイベースへ乗り込み、制御を取り戻す。雲の生成を停止、太陽光をこの世界に取り戻すのじゃ。む、早速スピードボールが。現れたのはチークス。どうやらレピンの町からちょっぱやでやってきたようですね。声をかけられびっくり。出る先がどうなってるかもわからないのに、好奇心を優先しないで。記録感が帰ったと言われるも、そこにいるじゃんと当然の反応。これは息子の誕生日に影分身の方をよこしたナルトみたいなものよ。興味津々といった様子で分身をチェックするチークス。これなら精巧なラブドールが作り放題ね。そしてもう一人、海賊ギルドの幹部クリスタルボーイを発見。世にも稀なる特殊変更ガラスの肉体に魂だけの存在。そそるぜ。これは歴史が知性のチークス。大錬金術師の遺産、生きガラスとカンパ。そして挨拶。挨拶は大事。古事記と中元の古書にもそう記されている。それはそれとして、スピードボールが復旧したのでスカイベースに乗り込む。そう聞いて私もついてくと同行を志願。基準世界で最も高いところというと、ゼニス学院、竜の背中、雪山あたり。しかしスカイベースの見た目から想像するに、その高度はそんなレベルではないはず。科学の頂上を歩みに行くぜ。いざ出発。ここが太陽を遮る科学の城、スカイベースね。子供の頃より忌々しく見上げていた敵の拠点。感慨深くその地を踏みしめるセライさん。狙うはスカイベース制御の奪還。そして人々をサイボーグ化したカタリスト。今日で非人道的行為に終止符を打つ。よく見ると通路脇の装置から煙が出ていますね。これが陽光を遮る雲というわけだ。戦いだ。インカオスオス。手の長いカダイアンケ。6の疾風で175。斬撃と間違えてバラーちゃんでパンチ大技を食らうかと思いましたが、粉砕できたのでよし。わーい、レベルアップら。パーティーのレベルが19に到達。バラーちゃんも選択が3つに減少。 HP171 にアップ。ベストは初期魔法がかなり低いので、割り切って HP と物理に振った方がいいかも。記録感は魔法を選択。108から114にアップ。ゼイルは HP を選択。155から170にアップ。セライさんは MP を選択。17から20にアップ。では進軍再開。足場を動かして虹色の機械を回収し、逆方向にぶつけて対岸へ。戦いだ。名前がややこしい。マタクルンクロウオースオース。HP90、チャージ1のダッシュ射撃は26。やや硬いタイプね。通常はデンジクロータックル。ガードして22。あとは殴り読んだら終盤対処。インケの攻撃、見えてないインケ。やっつけたぜ。進む先がないのでパネルを操作。すると部屋が丸ごと移動を開始。別の区画へ連結。すごいぜテクノロジー。サーチライトで出てきたマッドゴーストリッドは、チャージなしのヌーメロを一発で搭載。俺、モコッチで強くなりすぎた。大型パネルを操作すると、
上層区画からエレベーターが出動。電源を落とすのではなく、物理的に移動方法を排除するとか、メンテが大変だな。むしろ収納することで、普段はゴミの付着がなくていいのかもしれない。一行がやってきたのは衛星軌道。平行世界のための科学力、すごいぜ。惑星の天候を丸々管理していたわけですからね。かなり高度に発展していたことがわかります。それでもなおフレッシュマンサーに勝てないあたり、無敵結界が無法すぎるんだよね。衛星軌道のスカイベース西側区画は隕石の衝突により修復中。進むため我ら望むぜ巨諾。いいから開けろ並べるな小宅。この手に限る。なんやかんやでさらに上層へのエレベーターを起動。これは巨大宇宙ステーションと軌道エレベーターを兼ね備えた施設だなと抱えて分析。大地に接続するのは大変なので、マスドライバーメーターピードボールを運用しているわけだ。ボス前の休憩ポイントに到着。横には親切に 3D プリンター販売所。記録館用のケープを買いたいところですが、ここの目玉商品は叩きのレシピ。全体 HP135、MP8 回復の上位料理。お金に余裕があれば買っておきましょう。必要食材は切り身、海の幸、お肉。切り身は釣り場で無限回収できるので楽ちんちんね。買い物を終えた一行が次のフロアへ進むと、セライさんの目にあるものが飛び込む。大部屋の作用に鎮座する。スカイベース中央制御システム、そして人間改造装置カタリスト。あ、カタリストって人物の名前じゃなかったのね。操作パネルを収納し、制御システムが防壁を展開、戦闘モードへ移行する。人のエースが生み出したものが人へ牙を抜く。よくも平行世界の人心と平和を乱したな。ボス、制御システム、カタリスト。まずは防壁1号とバトル。大変よ、終わりたいな。いや、砲台の下から別の砲台が出現。なんたりの塗料しかめいて多重構造。現れたミサイル砲台は HP95。さほど強くないので即粉砕可能。おいおい瞬殺だわ。所詮テクノロジーベースの敵事件には勝てんのだ。もう開いてんじゃん。第1防壁を突破。第2、もう開いてんじゃん。第2防壁を突破。制御システム、カタリストとバトル。防衛システムはクモにスマームの同様、空間を倒さないと本体にダメージが通らないスタイル。なので全体攻撃を使いつつ、本体を攻撃するための MP は温存しておきたい。ということで燃費のいいコンボ1、ゲームの火を使って簡単にアタック。さらにムーメランで追加の全体。これで回復装置以外を封鎖。まだ本体にダメージを与えていないので、回復だけならどう行動しても問題なし。通常で殴り、マナとコンボ、ウルト原子を回収。行くぜ全力バトル。チャージ。くらえ、ゲスト当時のコンボ、サンムーメラン。一撃452を食らい、たまらず防衛システム再展開。ふん、消し飛ばしてやるわ。同時極大魔法、ルアナの力、報復。過剰な威力で攻撃粉砕。でも本体のダメージ通らないともったいないわ。あとはまた本体を引きずり下ろして。2度目のサムーミラン。成し遂げた。防衛システムを粉砕され、丸裸にされたスカイベース。その時、セライさんの悲しき記憶が蘇った。スカイベースへ拉致された人々は、ここで、このカタリストで、サイボーグ改造手術を施された。それは死体なしでは生きられなくするためであり、死体は才能を持つ者が生まれないための処置でもあった。同時にフレッシュマンサーと同じ半永久の苦しみも与える、恐るべき非人道的行為。それを指揮していたのはフレッシュマンサーが配下、ソウルキュレーター。スカイベースにいないということは、奴もまたラストダンジョンに控えているはず。倒すべき敵が増えたな。
拓也。ともあれスカイベースは奪還した。あとは雲の生成を止めるだけですが、機械に精通しているセライさんでも大昔の科学の頂点であるスカイベースは難解。エフォラルの施設をオープンしたセドリックのお手上げ。やはりロストテクノロジー化していらっしゃる。セライさん、再度チャレンジするも、決め顔で白旗。やっぱりポンコツじゃないか。ならば都太鼓の技術者ベストに頼む。ところがベストは科学ではなく魔法技術者なので、テクノロジーは専門外と告白。魔化症の時点でそんな気はしていましたが、スカイベース現役時代の人ってだけだったのか。突然制御システムから転がり出たコア、誰が発生機能なんてつけたんや。仕組みがよく分かっていないセライさん、カタリストの心臓部分かと警戒。壊されちゃたまらんと待ったをかけるコア。いわくソウルキュレーターがスカイベースを支配した時、人間の魂をマシンに乗せ替える作業をさせるため装置に組み込まれたのが自分。スカイベースのコアというわけではないので、残念ながら制御システムのことはわからない。だが増設の際にインプットされたので、スカイベースの設計図なら持っている。読み解けないよう暗号化された大昔の機械の図面。それは異物といっても差し支えない代物。つまりチークスの自動筆記で写しが取れるというわけだ。科学の力、破れたり。とはいえ写せたのは設計図だけ。このままでは誰にも解読できない。科学技術に精通している技術者さえいれば、図面を元に制御機能を紐解けるかも。それならギャイルはどうだとゼイルが提案。科学のレベルこそ異なるが、天才集団に違いはない。セドリックとベスト、ついでにセライさんがダメな以上、こちらの世界で技術者を探すのは難しい。一の基準世界へ帰還、時計仕掛けの城でギャイルに面会することに。といったところで、今回は終了です。次回、恐怖にスマーモノ。それでは皆さん、お達者で。